はい、どうもーす。お疲れ様でーす。マハ水道局の方ならしです。はい、お疲れ様です。はい、地元の地元、千葉県野田市。野田市地元。さかちゃんは岐阜県多治見市。多治見市、うん、多治見市ですね。出身の、うん、芸人さん。あー、はいはい、芸人さん。俺この前、うん、俺はまあ有名な方だと春風亭一之輔師匠。落語家さんね。伝説の落語家一之輔師匠は野田市出身、うんうん、多分一番有名というか有名だし、もう素晴らしい方、うん、で俺はまあそれはもうもちろん存じていて、うんうん、しかもすごい嬉しいことに、うん、何か野田の帰って、うん、野田のツイートしたりしてるとツイッター上で、うん、絡んでいただけるようなこともある。ね、正直何で知り合いお知り合いになったかも覚えてないんですけども、多分水戸橋博士さん経由で知ってくださってる。なるほどなるほどなるほど。いうことで、ありがたく思っていて。嬉しいね。で、あんまいねえなって思ってたの。うん、もう一之輔師匠ぐらい。だと思ってて、うん、この前なんか誰かとそんな会話になって調べたらちょっとそうなんだってびっくりしたの。もう千葉県じゃなくて千葉県野田市限定、うん、そこピンポイントで出身の、びっくりした。割とこうメジャーというか全然メジャーじゃない。うおけどびっくりするよ。うん、坂ちゃんは坂ちゃんはというか俺びっくりさすこまあまあもうまあまあ、まあ、多分見ててもピンとこない。まあじゃあちょっとだけびっくりするのは、うん、キクリンさんびっくりはミキプル中井貴一さんの中井貴一さんでそっくりさん芸人の方、まあ、キクリンさん、まあ、知ってる方は知ってると思いますよ。で俺この人そうだったなと思ったの。野田市なんだ。もう一人いてこれびっくりするよ。キクリンさんよりは、まあ、失礼だけどメジャー全然ちょっとバカ。いやもうその辺でしょっちゅう会ってる人だろ。いやいやびっくりするよ。冷蔵庫マンさんええー、大先輩びっくりしない。一之輔師匠より先輩やん。もう冷蔵庫マンさんが、うん、同じ出身とて、うん、いつの時代の話していいかわかんないし、到底あそれは、到底共通の知り合いなんて、いるはずもないよね。ないないない。冷蔵庫さんって多分もう60近いんじゃないの。いや、多分そんぐらいいってると思うよ。60は言い過ぎ。いや、50後半ぐらい。50後半ぐらいだと。じゃあ60近い、ね。俺がなんか知ってると、そうだね。だからでも今度お花、いらっしゃったら、声かけて、野田市出身ですって言おうとは思うんだけど、多分もう会話がだってジャスコできて1990年には多分もう東京にはいたはずだから、もうそのいやそうだよ、すっごい出来事だったのよ。その野田市にジャスコができたっていう90年に。ああもう今でもはっきり覚えてる。もうあの遊園地とかいろいろ隣接した建物、ジャスコの野田ドカーンってできたのはすっごい出来事だった。ジャスコだーってなったの。幼稚園でもだったけども鮮明に覚えてる。そうでもその頃もう大騒ぎや。ちょっとまあその頃冷蔵庫マンさんはもう30歳ぐらいだから、ね、まあそうやな90そう思うとね、どういう会話になるかが楽しみで、うん、ちょっとお会いした時、うん、いやびっくりした俺、冷蔵庫マンさん野田市出身なのと。なんかその特殊なびっくりの仕方だね。びっくりしたまあ知らんもんな冷蔵庫さんとマンさんの出身。出身で、いや、だから多分、今一度調べたら、いるんかな。ま、このぐらいの感じの方いるんじゃない、もしかして。いや、でも、岐阜県だから、そもそも岐阜県の人がいないじゃん、あんまり。まあ、例えば。いや、別に千葉だと思ってもなかったしね。まあ、岐阜と矢野さん側は岐阜県だったとかも、結構後に知ったけど、同じ高校出身の先輩いるよ、芸人さんで。それでも聞いたことある。聞いたことあるっけ、うん、それは知ってたんだよ。神奈月さん。神奈月さんね。が、そう、もう多治見市出身で、うんうん、全く同じ高校だった、うん、だから。いや、でもいないと思うよ。
調べてないんじゃないの最近。調べてない。もうその次は俺が一番有名ぐらい多分芸人。そう思ってたじゃん。多治見氏。いやいるって絶対冷蔵庫マンさんみたいな方は。いやいないと思う。聞いたことないもん。だから聞いたことなかったよ俺も。どうやって調べると出るのそんです。多治見氏芸人じゃない。でびっくりしたいな俺も。びっくりしたいよね。びっくりしたい。冷蔵庫マンさん多治見氏出身だったらびっくりするでしょ。雪男さんとか多治見出身じゃねえかな。ってなるな。雪男さんだったら面白いな。すごいよな。すごいな。でもなわけねえな。誰もいないわ多治見氏出身。そうそう、まあ、芸能人の方はいるだろうけど。いやいないほとんど。芸人さんってなると、あいないんだ。え若手とかでもいない。なんかもっと、いや若手でどんぐらい出てくるか知らんけど、岐阜県多治見市お笑い芸人とかで調べても出ない。わかんないけど、なんか浅い企画のなんとかっていうコンビのツッコミの子多治見みたいな、そんなもんないねえ、うん、そんぐらいあってもいいじゃんね。いやーそんなにいないもんはいないからね。いればいいけどさ、一人ぐらいいてほしいな。こんな子いない。多治見と隣が土岐市っていうとこなんだけど、はい、ここはもう多治見土岐ってセットぐらいの感覚なのよ。それダメっす。いいじゃん。ダメ。なんか今日イオンモール土岐ができたってなんかトレンドになってたから、なんかダメっす。さっきのジャスコと一緒で90分並んでんだってイオンモール土岐に今ニュースになってたから。土岐からしたらでもやっぱこう、うん、ちょっと違うしって感じだと思うよ多治見は。いやもう多治見はいませんでした。もうこれもんだから。橋本真也とかいるから、プロレスラーとか、うん、プロレスラーだしね、うん、いなかった。いなかった。本当にいなかった。マジか。清春さんしかいなかった。黒い目のね。黒い目のナチュ、まあ、いないんちゃう。冷蔵庫マンさんはちょっと冷蔵庫マンさんこれ以上お会いする機会もないから、うん、早く会いたくなりました。会いたい理由ができましたね。僕はある意味これ以上びっくりする名前結構ない、ね、ないでしょ。なんかシンプルに、なんかその超有名な人より全然びっくりした。そうそう。とか。めっちゃ、ね。じゃあ加藤浩次さん、野田氏も驚くけど、うん、でもやっぱ、冷蔵庫マンさん知ってるはずだもんね。そうそう。人気者ね、知ってるはずだから、うん、やっぱこの驚きないのよ。ここの芸歴こんだけ重ねてからの冷蔵庫マンさんは非常にびっくりしました。多治見に何かいたら、それで、ごめんなさい、オチができるはずだったんですけど、誰一人。もうそれはもう、何も成功してる人がいなかったっす。不可抗力だから。すいませんでした。もし、頑張ってください、多治見。多治見出身だよっていう芸人さんいたら、コメントください。確かに。